で、このハリス対トランプなんですけど、はい、ハリスに援軍が出てきたんじゃないかと思われる人がいて、これがですね、これが非常に意外です、ね、これがまた陰謀論者のロバート F ケネディジュニア、はい、はい、昨日一昨日ぐらい の、はい、あの日曜日土日ですね、先週の土日あたりに一つ出てきたんですけ ど、なんとあのロバート F ケネディジュニア、はい、まあ、今あのインディペンデントというか独立派で、まあ、立候補されてる方なんですけど、はい、どうやら、民主党のポストをなんか欲しいようでですね、まあ、おそらく今元々彼は民主党ですからね、まあ、民主党のファミリーですね、ケネディ家は民主党ですから、はい、なのでここからですね、なんと何を言ってるかと、今言ってることはですね、うん、あのカマラ・ハリスが、うん、おそらく今の状況のまま選挙やったら、うん、ハリスになるだろうから、うん、ハリス結構いい勢いじゃん、はいはいはい、政権取ったら僕に閣僚のポストちょうだい、大臣大臣。でもまあロバート・ケネディグループがやっぱりケネディを大統領にしようというグループたちがやっぱ 4% か 5% いますよね。いや、そうですね、あの 5%、まあ、10% は絶対いかないんですけど、そうですよね、はい、あの一桁台ではいるにはいるっていう。でこのメンバーが、はい、まあ、反ワクチンの人たちが多いですけどね、ハリス側にね、うん、だから要は共和党に多かった反ワク側を割と取ってるんですよ、はい、ロバート・ケネディジュニアが。そうですね、でそれがそのまま民主党側に乗っかってきたら、うん、これまた民主ハリスが今また有利になった一つの条件、ね、かもしれないですね。じゃあ今週の状況を、はい、説明するとハリス・トランプ対決ということで、はいはい、一つ挙げてみました、はい、今週の状況のまとめ、まあ、はい、まとめて、うん、まあそうですね、はいはい、激戦州の支持率ハリスが上昇中、はい、トランプは落ちているというところが、この激戦州の取り合いですから、はい、うん、岩盤支持のね、あのところじゃなくて、ね、激戦州で決まるわけですけど、はい、この激戦州をハリスが今ひっくり返してると、下手すりゃフロリダ、これトランプ確実だと言われたフロリダもかなりなんか実は迫ってきてるみたいな話、もうこれもうこうなるとハリス圧勝になっちゃうんですけど、ね、かもしれないですね、まあ、今激戦、はい、今の状況だとハリスが今ひっくり返してると、はいはい、ということですね。演説なんですけど、はい、まあ、今回は経済政策の発表で当選派なんじゃないか、まあ、ちょっとここで、まあ、味噌つけたところまでちょっと微妙ですけど、うん、はい、なんか微妙な雰囲気が流れてると、うん、でただトランプの方は演説のマンネリ化と、うん、はい、長時間化が、まあ、非常に著しいと。これはちょっとなんか認知症気味なのがもしかしたら、うん、っていうのは、ね、どうなんですかね。同じ話をするっていうのは年寄り の、はい、癖ですよね。なりたくないですねこのようにはね。でっていうかトランプはそれで逆にいまだにまだジョー・バイデンがジョー・バイデンがって言ってるらしいんで、はいはい、自分の方がバイデンよりはマシだっていうところで生きてたんですけど、うん、今自分が年寄りになっちゃったんで立場逆転ですよね、はい、うん、なんか夏にね、はい、昔お世話になった人に会いに帰ってきてるんですよ、はい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 、おいつ帰ってきたんだ、コーチ、何日、そう、何日ですって、はいはい、でいつ帰るんだ、何日です、おーとか言って、誰だよどうだ、あ元気です、はいはいはい、お前いつ帰ってきたんだって。あーありがちだね、ぐる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 、はいはい、でお前いつ帰るんだ、さっき言ったよみたいな、誰だよどうしてるんだ。短期間ではそうちょっとなんか年配者と喋ると、ね、なんか同じこと言うなっていうのは前からあるんですけど、これちょっともしかしてトランプも入ってんじゃないかなっていう、はい、そうですね、はい、それと援軍としての RF ケネディジュニアというのが、うん、はい、まあ、出てきて、これはトランプにとって、うん、まあ、基本的にはあんまり良くないのかなと、はい、ハリスには民主党の人材、まあ、潜在的に民主党だった人たちを呼び込んでくれるんでっていうのはあるか、うん、これやっぱ 5%とか持ってるんで、はい、これもでかいですよ。激戦州もそうですよ、はい、そしてテイラー法ですよ、最後テイラー法ですよ、はい、これちょっと和田さん説明してください、はい、これまあ、はい、テイラー・スウィフトが、うん、まあ、今世界的なミュージシャンですね、世界的なミュージシャンだし、はい、ちょっと日本の中でもそんなに注目してないんですけど、うすね、はい、もうテイラー・スウィフトといえば、うん、もう例えばアメリカ行って、はい、タブロイド紙、まずテイラー・スウィフトですよ。全部今表紙はテイラー・スウィフトと言ってもいいです、はいはい、まあ、どっかちょっと載ってるかな、はい、もう行くアメリカ行くたびに、はい、30代半ばです、ね、タブロイド紙の表紙はテイラー・スウィフトのスキャンダルを、はい、テイラー・スウィフトが誰と付き合ってるとかっていうのずっとやってます。まあずっとやってます、ね、はいはい、今はほらボーイフレンドいるからあ、そう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 、はい、それでまあSNS でやっぱりもう、うん、前回の投票の時も、うん、はい、テイラー・スウィフトがバイデン推しちょっとしたんですよ、はい、彼女こそバイデン推しですよ、です僕全然バイデン推しじゃないですよ、まあ、誰に、はい、投票するか考えて投票しましょうって言っただけで、うん、テイラーはバイデンだって
っていう感じでみんなが思って、特に彼女のファンである若者から20代、30代ぐらいまでがかなり、はい、票が流れたとは言われてます、ね。で、まあ、はい、とにかくね、うん、若い人は投票してなかった人が投票するっていう行為に行くわけですから、はい、今まで誰も手をつけてなかった票を持ってるわけです。あ、確かに。テイラー・スウィフト。テイラー・スウィフト票ですね。だから、はい、テイラー法か。だからトランプも、はい、うん、釣り寄ってますね、テイラー・スウィフトの票が怖くてしょうがないんですよ、はいはいはい、最後の激戦州で 1%、はい、2% ずれたらもう勝負あったりです。確かにね、確かにね。でそこを恐れてるんですけど、はい、じゃあトランプはじゃあ何をやったかというと、これツイッターの方ですよ、ツイッターの、はい、これで、これはトランプ自身がやったかどうかはさておき、はい、ツイッターの方を管理してるのは選挙本部の人間なんで、はい、これわざわざやったこれひどくないですか、これ、です、これフェイクじゃないですか、だって思いっきりこれトランプの ID で、はい、テイラー・スウィフトが、はい、To vote for ドナルド・トランプってやったっていう図があって、これもフェイクですね、 AI 使ったフェイクですよ、これ。そう、テイラー・スウィフトがもう、はい、テイラー・ワン・ツー・ユーって、はい、あなたにやってほしいことがあって、それはトランプに投票してほしいっていうテイラーが言ってるっていうのをトランプがアイアクセプトっつって俺はそれ受け入れるよって、やってないやってないやってないこれダメですよ、これやっちゃダメですよ、これガチな大統領選で自分がやってしまう俺テイラーに支持されてるぜって言ってるんでしょ、これダメじゃないですか。それで嘘嘘、これ横にもまあこういうふうに、はいはい、トランプが勝ったとかっていうのをテイラー・スウィフトがダメこうやって旗をやってるっていうのが、要はトランプ応援団がこういうフェイク画像を作って盛り上げていってるんですよね、インフでねいかにテイラースヒテイラー法が怖いかっていう、まあまあまあ、逆に言うと、そういうことありますよね、はい、いやこれ訴えられるんじゃないですか、これテイラースヒットに。いやこれ逆に、よくないですよこれ、うん、今までずっと今回の大統領選をテイラースヒットは沈黙を守ってるんです。そうですね、これ逆に刺激するんじゃないかっていうよくないですよ、そう本当に。だから先週は、はい、猫の話、はいはいはい、あそうですね、はい、猫の好きなはい、J.D. バンスのね、はい、言ってたやつがあるんですけど、今回は偽 AI 使って応援されたふりしてるっていうトランプのこの弱さっていうね、はい、2週にわたってちょっとテイラー・スウィフトを恐れてのね、まあね、話が今アメリカでも話題になってる。いやでもこれちょっとこういうのは良くないと、はい、これオフィシャルのねツイッターのアカウントがこれやっちゃダメでしょって、うん、そうですよね、よくやるなっていう、はい、本当に恐れを知らないという恐れ、はい、恐れてるからこそやってしまっているというところじゃないでしょうかね。よくないな。これは奥山雅史のアメリカ通信の動画をご覧いただき誠にありがとうございます。動画の高評価、いいね、チャンネル登録もぜひお願いします。アメリカ通信では毎日18時に動画配信、毎週火曜日8時半からはライブ配信をしてますので、ぜひご覧ください。